今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。はい、首が痛い、痛むのと、あと肩こりと、それから、腰が若干、痛いかなと。あ、腰はまだマシですか。まだマシです、かしこまりました。では動きの確認からしたいんですが、はい、できる範囲でいいのでまず首をぐるっと回してみてもらってもいいですか。はい、はい、逆回します。ぐるっと。今は痛みとかって出ますか、この時は。今はまだマシ、ね、まだマシですか。はい、じゃあ今度ね、横向いていただいてゆっくりでいいので下向き上向きってやってみてもらってもいいですか。今はいかがでしょうか。向いた時に痛いです、痛いですか。はい、なるほど、 OK です。じゃあ今度はね、肩幅足開いていただいて、はい、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします。はい、あ、 OK です。じゃあ後ろ反ってみてもらってゆっくりですよ。できる範囲で手添えてゆっくりもたれます。あ、 OK です。 OK です。今痛みとかは特には出ないですか。反った時に腰が少し痛いです。首も腰も反ったら痛みが出るなっていうところですね。はい、かしこまりました。では今から整列していきますので、はい、こちらのベッドに上向きでお願いします。はい、ゆっくり左向いた状態で楽にしてダーンと進むまで、で右向きます。で少し上向いて楽にして、全然違いますね。大丈夫ですか。はい、では一度座っていただいてもいいですか。はい、足を伸ばしたままお座りください。はい、今度は、ね、首の後ろで手を組んでいただいてもいいですか。指と指をしっかりと結んでもらって、で一回顎を引いてもらって下向きましょう。ちょっと手失礼します。でここから、ね、脇閉じたまま少し胸を張りましょう。ゆっくり持たれて肩の力をストーン。もう一度持たれます。で下向きましょうか。はい、もう一回ね、ゆっくりと胸を張って持たれます。で脇閉じてだらーっと肩の力をストーン。はい、 OK です。手を下ろしましょう。さっき首上向いて痛かったと思うんですけども、この状態から今ね、下向き上向きってやってみてもらっていいですか。お、全然痛くないです。大丈夫です。はい、よかったよかった。一回左足を曲げます。両手もらいます。ちょっと引っ張りますよ。肘曲げた状態で楽にしてください。して次逆向きでお願いします。はい、もう少し先前に来てもらって右足を曲げます。このままで楽にしていてください。両手もらいますね。肘曲げた状態で、楽にしてダラーンと。はい、 OK です。じゃあ上向きで出ましょうか。一回股関節をしていきます。腕の力をストーンと下ろしましょうか。でこのまま楽にしてダラーンと、手を後ろに回します。肘曲げた状態でこのまま後ろにもたれましょうか。逆向きでお願いします。はい、抜いてもらいますね。で腕の力をストーンと下ろしましょう。ゆっくりも食べてダラーンと。
右手を後ろに回してもらって楽に座ってください。ゆっくりまた出ます。
はい、ですよ、ゆっくりと起き上がってください。動きの確認していきたいんですが、はい、できる範囲でいいので首をぐるっとまた回してみましょうか。逆回してみてもらって、今首回してみた感じはいかがでしょうか。とても楽になりました。よかったです、よかったです。じゃあ今度横向いていただいて、はい、先ほどと同じようにまた下向き上向きとやってみましょうか。首ゆっくりと下向きます。で上向いてもらって、今いかがですか、首は動かした感じ。施術前は剃った時にとても痛かったんですけども、うんうん、今は痛みが全くなくなりました。あ、よかった、よかったです。じゃあ今度はですね、肩幅足開いていただいて、はい、前と後ろ前屈と後屈お願いします。でゆっくりと後ろ反ってみてもらって、手添えてゆっくりといける範囲でいいんで、すごい今腰はいかがでしょうか。まあ、全然痛くないです、ね、痛み取れてますか。はい、あ、よかったよかった。どこまでもいけそうな感じです。今日は一旦ここまでにしておきますんでね。ありがとうございました。